明治安田生命 J1 リーグ第12節の試合が2日に各地開催されている。15時キックオフのカード都市は2試合が行われた。今シーズンの J リーグはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し見、中、セレッソ、大阪対ガンバ大阪の大阪ダービーは、緊急事態宣言下で、リモートマッチ、無観客合わせとして開催。前半から、ホームの CE 大阪が優位、試合を進めていく。大久保嘉人や清武宏嗣が、決定機を迎えたが、G 大阪は、GK、東口純翔の構成、部でゴールを許さず。前半終了間際には福田、矢のブロックに、ハンドがあったとして、CE 大阪、PK が与えられたが、豊川優太が、ゴール左隅を狙い、他シュートは、ポスト内側を叩いて、ゴール裏、手前に跳ね返った。チャンスをゴールにつなぎられずにいた CE 大阪だが、74分には待望の先制点、台で投入された中島元彦がエリア左で棒を受け、右足で回転をかけたシュートを狙う井出口洋介に当たってコースを変えた棒がゴール右隅に収まった。だが、その数分後、か、陸継ぎ樹のシュートブロックにハンドが、と判定されて、今度は G 大阪が PK を獲得。パトリがゴール左へ決めて同点に追いつき、そのま1-1のドローに終わっている。湘南ベルマーレ、北海道コンサドーレ札幌はスコアレスドローで終了。87分には湘南のタリクのオーバーヘ、球が惜しくもクロスバーを叩くなど、両チームともゴールを奪えず、勝ち点1を分け合う結果、終わった。両。